皆様おはようございます。ただいまご紹介にあつかりました立憲民主党からこの度の衆議院選挙に立候補いたしております梶岡弘樹でございます。選挙戦5日目の今回の選挙戦初めてとなる週末の街頭演説に利根町に駆けつけさせていただきました。本日多くの有権者の方からたくさんのご意見いただいております。今のおごり高ぶっている自民党を何とか梶岡君打ち負かしてやってくれ、自民党はこの4年間悪いことばかりしてきたから梶岡さんギャフンと言わせてやってくれ、そういったお叱りとも言えるご意見たくさんいただいております。できれば私も今の自民党にお灸を据えたい。しかしながら私だけではどうにもできないんです。皆さんの手の中にある正義で今回のおごり高ぶっている自民党にギャフンと言わせることができるんです。今回の衆議院選挙で今の政治に最も欠けている緊張感を取り戻すため、私梶岡弘樹も精一杯頑張りますので、どうか利根町の皆様お力を貸してください。必ずや緊張感のあるあなたの声が届く政治でお返しをいたします。与党も野党も批判だけではなくて、お互いの政策を競い合う与野党が切磋琢磨する政治こそ本当に国民の皆様のお役に立てる国会のあるべき姿ではないんでしょうか。皆さん、今の政治信頼できますか。森竹問題、桜を見る会、学術会議、枚挙にいとまがありませんが一時が万事でございます。もしもコロナ対策などにおいて公文書の改ざんや隠蔽が行われたら、これは取り返しがつかないことになります。今回の衆議院選挙で公文書の改ざんや隠蔽が行われない、国民の皆様に信頼される国政を取り戻さなければいけない、そのように考えております。皆さん、今の政治あまりに冷たくないですか。コロナの影響でお客さんが来なくなってしまった飲食店や旅館がバタバタと廃業しました。それを現在の政治では自己責任という言葉で簡単に切り捨ててしまいます。しかし自己責任と言いますが、旅館や飲食店の皆様の努力でどうにかなったんでしょうか。人生では病気や怪我、失業、災害といった自分たちの努力だけではどうにもならない困難に直面をいたします。そんな時のためにこそ政治は存在します。いざという時に国民の皆様の命と暮らしを守るという政治の本来の役割を現在の政権与党は果たしてこれたのかどうか、そのことが問われる衆議院選挙ではないんでしょうか。いざという時に自民党の政治は冷たい、いざという時に自民党の政治は守ってくれない、そんな風潮が広がっているからこそ、老後に2000万円自己責任で貯金をしておいてください、そういった発言を麻生財務大臣自身が2年前にされたのではないんでしょうか。それでは老後に2000万円ない方は人間らしい暮らしができないんでしょうか。それでは老後に2000万円貯金がたまるまでは人間は何歳になってもいつまでも働き続けなければ老後の生活を送ることができないんでしょうか。いつから日本はこんな自己責任の冷たい国になってしまったんでしょうか。私立憲民主党の梶岡弘樹は、今の何不自由ない豊かな日本を築いてくださったシニア世代の方々、団塊の世代の方々が住み慣れた地域で自分らしくお互い様に支え合って不安なく暮らしていける、そんな温かい政治をこの国に取り戻すために立ち上がっております。
昭和の時代に先輩方ががむしゃらに努力をしてくださったおかげで、日本にはまだ昭和の豊かさが残っております。先進国の一員として昭和の豊かさがまだこの国には残っております。しかしながら格差という形で一部の大企業や一部の富裕層にその豊かさが偏ってしまっているから、大多数の国民がその豊かさを実感できない。私、立憲民主党の梶岡弘樹は今回の衆議院選挙でその一箇所に偏ってしまった日本の豊かさをみんなで分かち合って、一人一人が豊かさを実感できる、一人一人が幸福を実感できる、そんな温かい国、温かい日本を作ってまいります。コロナという100年に一度の国難においても、自己責任や自助努力を求めてくる今の冷たい自民党の政治、強い者だけがさらに強くなり、豊かな者だけがさらに豊かになり、幸せな者だけがさらに幸せになり、その裏側には貧困と格差がある。これは現在の日本の格差社会の課題ではないんでしょうか。この10年間で年収1億円を超える方、全国に1万人増えました。そして資産が1億円を超えている方、全国で150万世帯になりました。その一方で年収200万円以下の方が全国で1000万人を超えました。平成生まれの20代の若者で貯金がゼロの方は 60% を超えました。30代40代の働き盛りと言われている世代、私も44歳でその世代でありますが、30代40代でも貯金ゼロの世帯はなんと 40% を超えております。一方で1億円を超えている方が全国に 1%、 その一方で 99% の方々が豊かさを実感できていない。私、立憲民主党の梶岡弘樹はこの全国に 1% いない、 1% しかいない富裕層に、大富豪にしっかりと税金を納めていただいて、 99% のそうでない方々の医療、介護、年金、教育、子育てにしっかりと大富豪の方々から納めていただいた税金を充当していく。その上で国民の皆様の命と暮らしを守る。分かりやすいでしょう。今の自民党にはできない。今の自民党はその全国に 1% にしかいない大企業や大富豪から政治献金を受けているので、格差を残す側の政策を行う。私も立憲民主党や野党はなんとかその 99% の大富豪でない方々がみんな豊かさを実感できる、明日の不安を小さくする、その 99% の方々に向けた政策を行っていく。自民党は 1% の方々、大企業、大富豪の方々の格差を残すための政策を行っていく。分かりやすいでしょう。今回の衆議院選挙でこういった日本の格差社会変えていかなければいけない。年収1億円の方、資産が1億円以上の方、片一方で貯金がゼロ、これは諦めを生むんです。社会全体の活力を生むんです。皆さん、バブル崩壊に始まる失われた30年間と言われておりますが、失われた40年間にしてしまっていいんですか。諦めは社会全体の活力を奪います。あの人は生まれつきお金持ちだから、あの人は住む世界が違うから、自分には無理だから、これが諦めが、格差が日本全体の停滞の原因なんです。今回の衆議院選挙で格差と貧困をなくし、明日の不安を小さくして、一人一人が幸福を実感できる日本を作っていきたいと思っております。私、梶岡弘樹は親が政治家でもない、官僚出身でもない、いわゆる普通の国民目線の政治家が今の日本には必要だと思って立ち上がっております。親が政治家だから、親が国会議員だから子供も国会議員、子供も国会議員だから孫も国会議員、3世代にわたって国会議員じゃなければ総理大臣になれない。こんな生まれた瞬間から格差が広がっていて、生まれた瞬間から生きるレールが敷かれている。こんな格差社会続けていてはいけません。そして格差を生む側の方々が
法律を作っている、格差を生む側の方々が日本の行政を司っている、これが今の日本の歪み、歪みではないんでしょうか。今回の衆議院選挙で変えましょうよ。親がどんな家庭に育っても、どんな家庭に生まれても、若者がみんな公平平等に夢や希望を持ってさまざまなことにチャレンジできる、諦めない、さまざまなことにチャレンジできる、こんな開かれた未来、若者に用意してあげようじゃありませんか。コロナという100年に一度の国難においても、100年に一度の国難において、国民の生活は苦しいです。先ほど来申し上げている通り、若者は貯金ゼロで、特に生活厳しいです。しかしながら、国会議員という特権階級だけが嘘と不正を繰り返す、こんなデタラメな政治は、今回の衆議院選挙で終わらせようじゃありませんか。今回の衆議院選挙、利根町の皆様の正しい選択で日本の政治は必ず変わる。利根町の皆様の確かな選択で日本の政治は必ず良くなる。未来は選べる。未来を選択できる。国家のために国民があるんじゃなくて、国家のために国民があるんじゃなくて、国民の幸せのために国家は存在するんだ。国民の幸せのために国家は存在するんだ。そんな当たり前の立憲主義、あなたのための政治を取り戻してまいります。そのためにはあなたの力が必要です。お母様の力も必要です。お父様の力が必要です。今回の衆議院選挙でデタラメな政治を変えよう。格差社会を変えよう。若者が夢と希望を持てる社会に変えよう。勇気を振り絞って変えよう。そのことをよろしくお願い申し上げまして、私立憲民主党公認衆議院候補者44歳、梶岡弘樹からのお願いとさせていただきます。長時間にわたるご静聴と本当に多くの皆様にご参集いただいたり足を止めていただいたり本当にありがとうございます。最終最後まで正しいことを訴えてまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。